自宅でお店の美味しさを堪能したい方におすすめグルメをご紹介するテイクアウト特集。今回は山盛り野菜と厚切りチャーシューがひときわ目を引く東北で16店舗を展開しているラーメン店ゴーメンをご紹介します。16店舗の中から今回取材させていただいたのは八戸小中野店。2020年に緊急事態宣言が発令されたのを受け、同年5月からテイクアウトサービスを開始しました。最初にご紹介するのは味噌ゴーメン。ゴーメンは東京都港区三田に本店を構えるラーメン二郎にインスパイアされたお店で、柔らかい厚切りチャーシューと山のように盛られた野菜、炙りニンニク醤油や背脂を使った癖になる味が特徴です。もっちりとした太麺とコクのある味噌スープの相性が良く、お店では味噌ラーメンが一番人気です。うまい。次は崩れチャーシューの油ごうめん。たっぷり野菜が入っているので、一般的な油そばに比べてあっさりとした印象。女性でも食べやすい人気商品です。特製の醤油だれをかけ、しっかり混ぜてお召し上がりください。最後は豚飯です。ラーメンの具材に使用されているチャーシューが白米にもよく合います。時間をかけて熱を入れたお肉は熟成された旨味がギュッと詰め込まれ、とても柔らかく仕上がっています。お店の簡単な紹介をお願いします。はい、孔明八戸小中野店はメニューも豊富で、お客様に喜んでいただくために手作り作りたてにこだわって提供しています。自慢の厚切りチャーシューは注文を受けてから焼き上げています。ぜひご賞味いただきたいです。今このご時世ですが、感染対策もしていますので安心してご来店ください。このテイクアウトサービスは八戸小中野店、八戸尻内店、久慈店の3店舗で提供されています。店舗で食券を購入し、店員さんにテイクアウトすることを伝えてください。ゴーメン八戸小中野店は午前10時30分から午後9時30分までの営業で、ラストオーダーは午後9時です。豪快でボリュームたっぷりですが、山盛り野菜の効果で意外にもあっさりとした印象の味わいが楽しめるラーメン。皆さんもぜひ食べてみてください。